ございます。再開いたしますので、もうしばらくお待ちください。こちらのコーンごとに並んでお立ちいただきますよう、よろしくお願いします。ありがとうございます。前の方と 1.5 メートル間隔を空けてお並びください。携帯電話は電源をお切りくださいますようお願いいたします。皆様おはようございます。おはようございます。ただいまより特別巡回ラジオ体操みんなの体操会を開会いたします。まずはじめに箕面市長上島和彦がご挨拶申し上げます。おはようございます。箕面市長のおはようございます。よろしくお願いします。ピアノ演奏の幅茂美先生、ちょっと早速体を動かしていきたいと思います。腕を緩めて、さあ息を吸って全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴く皆さん、おはようございます。おはようございます。素晴らしい100点までですね。ラジオ体操の歌は幅先生にバトンタッチしたいと思います。最後のそれ123だけでも大きな声で揃えていただけるとありがたいなと思います。ちょっと練習しますよ。それ123。素晴らしい、もう響いてます。全国で体操している方をリードしましょう。じゃあ一回練習してみますね。いきますよ。3、はい、1、2、3、もっと大きく、5、6、もっと大きく、1、2、3、4、5、6、7、ありがとうございます。お兄ちゃんめっちゃ声出てていいね、すごい。せーの、ごきげんよう。で、拍手。番組を締めたいと思いますので、前からゆっくりと後ろに引いて押し出すように前に伸ばします。さあ、もう一回、はい、30秒前になります。そんなにシーンとしなくても大丈夫ですよ。全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴く皆さん、おはようございます。おはようございます。5月12日日曜日、今朝は特別巡回ラジオ体操みんなの体操会として、大阪府箕面市からピアノ幅茂美、体操吉江春菜、森山雅人、鈴木大輔でお伝えします。会場の箕面市立千葉広場には朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。両手を膝に当て屈伸の運動です。はい、曲げて曲げて、伸ばして伸ばして、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一、その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、組の運動です。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二、大きく開いて前回し、5、6、7、8。今朝は大阪府箕面市から生放送でお伝えしました。ぜひ皆さんもまたこのような機会ありましたら、ぜひ足を運んでいただいて、一緒にねラジオ体操ができれば嬉しいなと思います。鈴木先生、幅先生、吉江先生、森山先生、ありがとうございました。みんなの体操会は終了させていただきます。ゆずるくんかわいいよ。いいよゆずるくん。なかなか、なかなか踊りづらい。待ちに踊りづらありがとうございました。
されていません。お母さんです。